これより文部科学大臣賞、公益財団法人図書館振興財団賞、第5回図書館レファレンス大賞審査委員会特別賞の表彰に移らせていただきます。表彰に先立ち、審査員の皆様より一言ずつ感想をお願いいたします。大串審査委員長と糸賀実行委員長は表彰式終了後にご公表いただきます。それでは公益財団法人図書館振興財団理事植松貞夫様、感想をお願いいたします。植松でございます。今回は応募がございましたように22件もの応募がございまして、いずれも優れた内容で大変審査には苦労いたしました。まさに甲をつつけがたい22件でございます。実は今日登壇いただいた3件はいずれも私も高く評価したものでありまして、今日大変興味深く拝見拝聴いたしました。この図書館振興財団ではご存知のことと存じますが、図書館を使った調べる学習コンクールというのを主催しております。でその関係もございまして、本賞の協賛者ということになってございます。でこのような賞の募集並びに審査発表を通しまして、レファレンスというものが全ての人々の身近でかつ効果的なものとなり、障害学習の一層の推進が図れることを、そして、それを通しまして図書館を使った調べる学習コンクールの参加者がますます増加することを期待いたしております。このレファレンス大賞が今後ますます盛んなものになり、質が向上することを期待しております。以上でご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、蛭田審査員お願いいたします。すみません、大変失礼いたしました。水田課長お願いいたします。失礼いたしました。失礼します。文部科学省の水田です。素晴らしい授業をいろいろ応募いただきまして、本当に各地で頑張っていただいたなと、頭の下がる思いです。ここにいらっしゃる皆様には申し上げるまでもないんですけど、本当にこれからの時代、各地 その情報地の拠点である図書館の役割というのはますます大きくなる一方だと考えています。その図書館のサービスのあり方っていうのは、やっぱりそこの立地条件とか使う方だとかですね、それによって本当にさまざまだと思いますので、その中でもですね、一番、基本となるレファレンスサービスについても、今日の発表も三者三様というかですけれども、やっぱりそこで本当にちょっとあった気軽なご相談からだとかですね、普段の業務でね、こんなことはできないかなっていうところから、どんどんアイデアが広がっていって、これやってみようという話になるんだろうと思っておりますので、なんと言いますか、確率的にこれがいいとかっていうことではなくてですね、やはりそれぞれの立場の方々の中でですね、やっぱりやってて利用者の方が助かった、ありがとう、役に立ったと言っていただけるような笑顔を、なんと言いますか、求めて、こういった皆様の、素晴らしい取り組みをもっともっと充実させていただければと考えております。以上です。蛭田審査員お願いいたします。蛭田です。今日の発表を中心に、お伺いしていて、図書館にとってレファレンスがいかに大事か、そしていかに充実してきているかということを実感しました。ますますこれから図書館業務にとってレファレンスというのはなくてはならない、そういった業務になっていくと、そのためにはまさにこういった実践事例を積み重ね、先進事例を他の図書館が真似をして、よりいいサービスにいかにつなげていくかということが大事なんだというふうに思います。ますます来年度以降もこのレバ
大賞を受賞してきますことを記念しまして、挨拶いたします。ありがとうございました。続きまして岩崎審査員お願いいたします。私は放送大学という生涯学習の機関に所属を持っているということもあり、また専門が生涯学習、成人教育ということなので、どのようにその成人になってからの学びの場が作られ、そこをどういう人たちがファシリテートするかということに大変関心を持っております。で、今回初めて審査に関わりまして、レファレンスサービスの多くの事例が本当にこう学び、例えば地域の地を介して、図書館と地域の方々、議員、あるいは学生、教職員含めて、まあ、直につながるという姿を、思い浮かべることができました。おそらく今後、地域の中で地域の資源を発掘し、その地をですね、つなぎで、地域を作るために、あるいは大学といった学習共同体を作るために、司書の方々の専門職というのがレファレンスに凝縮されているなという印象を受けました。このような優れた事例が、まあ、社会に広がることによって、まあ、日本の国内というか大げさですけれども、文化度や民度が高くなるような核として図書館が機能するといいなと、非常に強く思いました。今回は本当にいろんな多くの事例を見させていただいて感謝しております。杉江審査員お願いいたします。東大学の杉江です。今日は本当に素晴らしいご発表ありがとうございました。今回ご発表いただいた事例、それから審査、書類のみの審査の事例とかなりたくさんの事例を拝見したんですけれども、こういった事例の持つインパクトというのが本当に強いなというふうに感じております。で、感想ということですので、いくつか述べさせていただきますと、一つには大変思ったこととしてはですね、図書館にはですね、その情報ニーズ、利用者の情報ニーズがなかなかこう顕在化していないものっていうのが実はたくさんあって、でそれをうまく拾い出すというか、それをこう顕在化させるような仕組みをうまく作られていた事例というのが非常に多かったなというふうに感じております。それからもう一つですけれども、もう言い尽くされていることではあるんですけれども、やはりインターネットですとか情報資源の電子化ということで、レファレンスサービスが本当に変わってきているんだなということも実感いたしました。で、特にその情報源が電子化されたということは、以前は紙媒体のレファレンスブックが単に電子化されたということが起きたかと思うんですけれども、それだけではなくて、まあ、以前はですので出版社とか大きな組織が主導してそういった情報源を作っていたと思うんですけども、今回応募されたものというのは個々の図書館であったり、あるいはグループ個人というような方々がそういったものを作っていらっしゃるということで、それがこうサービスを今後も変えていくような力になっていくんじゃないかなということで感銘を受けました。で、そういったものというのはなかなか表に出てこないと思いますので、そういった知見が共有されるという意味で今回のご発表本当にありがたかったかなというふうに思います。以上です。最後に三田審査員お願いします。図書館総合展運営委員会の委員会でございます。本日は第21回図書館総合展ご来場いただきましてありがとうございます。そしてプレゼンテーションいただきました3名の皆様方、本当にお疲れ様でございました。本当に素晴らしい内容で、ね、こうつつけがたい、そういう内容だったと思います。私の場合、今コメントいただきました先生方との違い、普通の人なので、普通の人って変ですけども、この評価基準、先ほど伊藤先生の方からございましたけれども、その他の図書館および図書会員の参考となる事例かというところですね、かなりちょっと私は先生方と違ってそこがちょっとウエイトが高いと評価させていただいたかなと、そういう感じでおります。本当に皆さんお疲れ様でございました。審査員の皆様ありがとうございました。
それではこれより大串審査委員長および糸賀実行委員長による審査公表を行います。お二方はご登壇をお願いいたします。はい、それでは表彰式が終わったところで全体の公表を大串審査委員長と実行委員長の私でやらせていただきたいと思います。別に掛け合い漫才ではないんですけども、一応2人の掛け合いでいきたいと思います。最初にどうですか、今の表彰結果、審査結果を聞いて、まず大串審査委員長から。今回はですね、非常にお話し、先ほどお話しになった非常に接戦だったと。で、ね、実はこの3つ その事例もですね、内容的には非常に遜色なし、で私がですねレファレンスの課題だというふうに思っていた課題も、まあ、4つか5つあるんですけども、そのうちそれぞれについてね、プレゼンが行われたということで、大変私としてもですね、これから そのレファレンスのサービスの向上という、あるいは普及ということでね、いい影響を及ぼすだろうというふうに思いました。本当にね、これ史上まれに見る接戦って、よくなんかこの手の審査の時には大げさに言いますけれども、これ本当に今回は史上まれに見る接戦でした。これはね、本当に三者コースつけがたいなんていう、こうありふれた表現では言い尽くせないぐらいにね、本当に接戦だったんです。で、それぞれタイプ違いますしね、これだからこういう事例がこれを参考に各地でね、今後広がっていくといいと思うんですよ。でね、私ずっとこのお三方のプレゼン聞いて、最終的な結果を聞いた上でね、これまさしくね、なんていうんですかね、途中でもあったレファレンスの裾を広げるっていうのと同じで、結局今日奨励賞を含めて表彰されたところっていうのは日本のトップクラスなんですよ。本当に最先端のレファレンスの取り組み、あるいは質問回答の事例を実践されてきた図書館だと思います。で、こういうところを我々が検証していくことによって、日本の図書館界全体、今回もまあ公共図書館だけじゃなく大学図書館もありました、学校図書館もありました、あるいは専門図書館からも応募もありました、こういうところの底辺といいますか、一番下をこう底上げをしていくことができると思うんです。でね、ちょうど私はこれを今日聞いてて思ったのは、ラグビーワールドカップと同じですよ。ワールドカップを日本でやり、日本があれだけ活躍すると、今後間違いなく小さな子供たちの中に、私もラグビーやりたいとか、僕もラグビー始めようかなと思うのが出てくるんですよ。同じことでね、こういうレファレンスの事例を多く発信し、紹介していくと、あ、このぐらいだったらうちでもできそうだ、こんな取り組みはうちの図書館でもぜひ考えてみようというところが生まれてくる。それによって充実した図書館のレファレンスサービスをやるところが引っ張られていくというところがものすごく大事なんだと思います。ぜひね、今日表彰されたところは、今後この事例は図書館レファレンス大賞 のホームページでね、全部事例は公開してまいりますので、そういうものを参考に他の図書館のところでも、うちの図書館でもできるところから取り組みを始めていただきたい、そういうふうに思いました。だから繰り返しになりますが、今回は本当に大接戦でした。どこが優れてるとか、どっちが劣ってるっていうようなことよりは、どの事例もそれぞれの、なんていうんですかね、与えられた枠の中で取り組んだいい取り組み事例だったと思います。全体としてはそんなところですか、いかがですか。個別の何かコメントがあれば。個別のコメントとしては、一つはですね、やはり小さな図書館でこういうふうに頑張ってるっていう事例が奨励賞やないかで、いくつかございましたけれども、やはりそういう小さな図書館でも積極的に取り組んでいただいている事例をね、もっと来年から続けますので応募していただきたい。で、私実はですね、図書館を使った調べる学習の、コンクールの最終審査委員をやってるんですけども、で毎年こう見るんですけども、あれは大人からですね、小学生からそれぞれあるんですけども、例えばですね、去年の事例では私が見て中学生だったんですけども、あるその三重県の小さな町で、やっぱり皆さん調べようとすると図書館に行くんですよね。で図書館でいろいろとそのやっぱりそのレファレンスをして、それでこういうふうにアドバイスを受けて、でそれがですね、非常にその資料を紹介するとかそれだけではなくて、やっぱり地域の中のいろんなね情報源についての案内をして、あそこに行くといいよ、
あそこのあの人に行くといいですよっていうことを案内をして、またその子どもたちがそこに行って、話を聞いて非常にいいレポート、それからあの、ちょっと前の方ですけども、福岡県の小さな町のこれもあの図書館に聞いて、でその図書館ではですね、発掘調査やなんかの報告、あの実は発掘についてのことだったんですけども、調査の報告書やなんかの紹介だけでなくて、研究者の紹介もしてるんですね。で研究者のところにこの研究者に行くといいよっていうことで、その子どもたちがその研究者に手紙を書いてね、それでいろいろと教えてもらって、それから去年の例ですけども、これ白山市だったんですけども、あの毎年同じテーマで出てくるのがあるんですよ、常磐あの必ずね。でそれのテーマなんですけども、私あの毎年見てですね、これはダメだと、やっぱ図書館に聞いて図書館がちゃんとやってないなと。ただ去年の白山市は確か文部科学大臣賞をもらったと思うんですけども、あのレファレンスブックが非常によく整備されて、レファレンスブックを活用して、いろいろアドバイスをする。だからレファレンスというのはですね、今回 あったもの以外にもいろんなその側面がありますので、そういった側面をですね、やっぱりあのそれぞれのところで、やっぱり自分たちで積極的に評価をして、それでぜひ応募していただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。白山市ってあれ福井県、福井県の白山市ですよね。あそこは公共図書館の中に、あの学校図書館支援センターなんかが置かれていて、学校図書館とも連携しながらやってますね。でね、今回のその3件に関して言うと、文部科学大臣賞が結局高橋ということになりましたね。高橋の時に私ちょっと失礼なことを申し上げたんだけども、やっぱりあれ議会図書室とウィンウィンの関係になっていくべきなんだろうと思いますね。あの公立図書館が議会支援だとか行政支援に取り組むっていうのはもう今各地でやってます。で一方で議会図書室自体を活性化して議会改革を進めていく、実は明日のお昼に議会図書室のフォーラムを私やることになって、前宣伝としてうってつけだったんで、別にそれだけの理由で私はあの投票してませんけどもね、はい、あのぜひあの議会図書室も議員さん自体もね、もっと活用するように、その側面から公共図書館をサポートしていく、ぜひ本当に議会図書室に専任の職員を置いてもらいたいですね。それから、図書館振興財団賞が九州大学ですね、ちょっと九大ですよね、九州大学の例はもうあれは典型的な学生共同ですね、学生共同によるケアサポートということで、これは今各地の大学が取り組んでいる事例ですね。これは図書館に限らずいろんなところで学生共同で地域に対する貢献だとかっていうのを意識してますので、そういう例としても優れていたんだろうと思います。それから審査委員会特別賞が近畿大学、近畿大学の例は私は面白いと思います。というのはね、これまでこの第5回に限らず過去の応募事例も、図書館としてこんな取り組みをやったらレファレンス利用者が増えますよ、こんな取り組みをしたらレファレンスそのものをもっと多くの人に知ってもらえますよっていうような取り組みが多かった。ところがね、今回のあの近畿大学の例はまさにシステムを改善して、システム上もっとそのお互いのカウンターの間でレファレンスを共有し、まさに体系的システマチックにレファレンスの利用を伸ばそうという試みで、私は面白いと思ってます。あのシステム上いじってるんですよね。つまりハードを整備するとか、ソフト面でいろいろと広報活動や事業展開をやるっていう応募事例が多い中にあって、私はすごく斬新だと思いました。私はあの近畿大学の例は高く評価しております。それから奨励賞、これ先ほど大石委員長からもありましたけどもね、これはね、今かなり大掛かりで手の込んだ取り組みが一つの図書館を超えてやってるんですよね。今回あの師匠マロハンとか、あるいはチーム調べるとかね、ああいうふうな取り組みっていうのは一つの図書館を超えていて、もっと広範囲にレファレンスの取り組みを知ってもらう、しかもゲーム感覚だとか少しお遊び感覚という要素を取り入れて、従来の真面目なレファレンスから少しね、あの踏み出していこうという、こういう試みはやはりもっと必要だと思います。やっぱり面白くなくちゃレファレンスじゃないとかね、その真面目腐ったばっかりでなくて、やっぱり少しはゲーム感覚的な要素があってもいいんじゃないかと。そういう意味では確かにレファレンスの形式、使うメディア、それから取り組む範囲というものも従来に比べると随分広がってきたような思います。
それだけに今後のこの図書館メファレンス大賞についてもね、ぜひ多くの方々に知っていただき、ぜひ応募していただきたいと思います。何か僕新庁の方から来年度に向けてこんな風な取り組みを考えているかということがございましたらご紹介ください。今回 の、 いろいろレポートを拝見してですね、やはりそのレファレンスなんてね、具体的にそのどういうような中身でやってるのかっていうその事例をね、やっぱり組み込んだレポートを出していただきたいんですね。やっぱりシステムだけではやっぱりそのじゃあこれもどうなのかああなのかなっていうようなあたりの具体例がね、やっぱり見えてこないと、やっぱりそのレファレンスなのか、最初に意図がおっしゃったようなその、広報なのか、あるいはその宣伝なのか、あるいは本当にレファレンスなのかっていう、レファレンスサービスに即したものなのかっていうあたりのですね、ところが見えてきませんので、その辺をやっぱり配慮した考慮した書き方をしていただくと、我々にもあそうかって感じられるし、それからそれを参照された方もあそうなんだなっていうふうに思っていただけると、この辺は少し考えていただきたいなというふうに。はい、私の方からはいくつかちょっと皆さん、会場にいる皆さんにもお知らせしておきたいんですけれども、この賞はですね、基本的には図書館の規模は関係ない。だから大きいところは大きいなりに、本当に小さい図書館でも小さいなりに取り組めるようなものは検証していきたいというふうに考えております。そういう意味ではこれまでやや規模の大きい図書館、それも都市部の図書館が中心だったわけなんですけども、決してそんなことはありません。小さい図書館で地方で一人職場で頑張っているような図書館の事例もぜひ取り上げていきたいというふうに考えております。それからこれはですね、他の賞と大きく違う点は、実はこの賞は繰り返し応募できるんです。いいですか。一回表彰されたところはもうその後表彰されないってことはないんです。だから同じ図書館が繰り返し、その代わり多少違った事例で来てください。今回と同じ事例で来られたことがあるんですけども、違う事例を持って同じ図書館あるいは同じグループが応募することも可能です。それから一番初めに私応募できるのは少し拡充しましたと言いましたけども、今回の3つの事例はいずれもレファレンス利用を促進する取り組みだったんです。もちろんこのレファレンス対象ではいわゆる質問回答ね、こんな問い合わせを受けて図書館で手を尽くしてこんなふうな答えをしました、そうしたら利用者の方がこんなふうに喜んでくれました、あるいは利用者の方の学習ぶり、あるいは利用者の方の暮らし、あるいは利用者の方自身の読書生活がこんなふうに変わったんです、図書館に行ってカウンターで一言声かけたのがこんなふうに私自身を変えましたみたいな事例があればぜひ応募していただきたい。で、繰り返しになりますけども、私たちが狙っているのは本当にトップレベルのところだけを拾い上げて表彰することではないんです。それに促され触発されて、じゃあもっと身近なところで図書館のレファレンスを知っていただいて、それを活用する日本の利用者の方々を増やしたい、そこが一番ですので、その趣旨をご理解いただいてより多くの方々が来年度以降もこの図書館レファレンス対象にトライして応募していただきたいというふうに思います。そういう意味では会場に集まっていただいた方がそういう事例を身近に感じたときに、じゃあこれ来年応募してみようとか、こんなふうなことを図書館でやってみたらどうかということで、身近な図書館を活用し、図書館員とぜひ触れ合い、コミュニケーションを密にしていただくことが、結局はこの賞を盛り上げていただくことになるだろうと思います。そのことをお願いして、この2人での全体の公表について終わらせていただきます。ご清聴感謝します。ありがとうございました。それでは最後に糸賀実行委員長より来年度の募集要項についてのご説明をしていただきます。はい、たびたび失礼します。来年度の募集要項、第6回の図書館レファレンス大賞ということになりますけれども、これは例年通り、来年年明けの3月あたりに募集要項を公表する予定でおります。実際に募集を募るのは今回第5回の場合には7月8月の2ヶ月でした。その日程は大きく変わらないだろうと思います。おおむね7月から8月に実際に応募を受け付け、そのための募集要項の公表を年明けの3月ぐらいで、実際のこの審査とそしてプレゼン審査による最終的な表彰は
来年度第22回の図書館総合展のこの公開の会場でやるという大枠は変更はないようです。ぜひ多くの方々に応募して、またこの会場にお集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。